東洋水産、マルちゃん、焼きそばバゴン、ナポリタン味、揚げ麺に粉末ソース、火薬、調味油、粉末スープがついています。麺は細く若干の気泡感があります。軸方向の弾力感や伸びが大きいです。でもこの緩い食感が喫茶店で食べるナポリタンを再現しているのかもしれません。口当たりは意外にサラッとしています。ソースはトマトケチャップ味で、酸味や甘さは控えめです。旨味は十分に出ています。調味料が真っ赤でいかにも辛そうなのですが、やはり刺激が弱いです。総じておとなしい味付けです。煮戻しのお湯ではなく熱湯で作るわかめスープは口当たりがさっぱりしており、焼きそばとの味の対比が大きく効果的です。具は焼きそばのものであり、ナポリタンらしくはありません。単にトマト風味の焼きそばだと思えばいいでしょう。